ね、こんにちは。韓国オーディション芸能専門のキムです。今日は芸能ですね。防弾少年団 BTS が全員軍隊に行きました。メンバー7人が全部アーミーとなりました。入隊したんですね。で、みんなが除隊して7人として揃うのは2025年の6月だそうです。で、配分の上の方が言ってましたね。その2015年だったのかな。ファヤンヨンファっていうアルバムが大ヒットしたんですけど、まあそれの10周年っていうのを記念するものを発売する予定だっていう。だ結構ストーリーとしていいですよね。みんな除隊して、その2つ目のファヤンヨンを作るっていうのが、すごいかっこいいなぁと思いましたね。BTS は、防弾少年団の時に私が大阪でライブイベントを3000人ぐらいの規模だったと思うんですけど、そこで通訳をちょっと務めさせていただいて、で、縁があるんですけども、ここまで、大物になるとは全然、思いはしませんでしたね。うん。すごいです。軍隊って今、1年6ヶ月なんですよ。もちろん空軍とか陸軍とか海軍とかちょっとずつ違うんですけど、また、彼ら全部陸軍ですよね。普通の人って、陸軍行きますから。で、私はちょっと古いので、僕は約2年ぐらい、させていただいたって感じですね。もう本当、入隊してからの1日目の夜は、あれは忘れられないんですよね。不安もあるし、心配もあるし、なんかいろんな感情が結構複雑で、あんまりうまく寝れなかった気がします。で、どうなりますかって言ったら、入って、訓練生活1ヶ月受けるんですよね。5週だったのかな。週ごとにいろいろ受けるんですけど、訓練兵をして、それ終わったら、それぞれ配属されます。配属されるので、バラバラになっちゃうんですけど、そこから私はその2年間の、兵役の義務を、果たしていくっていう感じになりますね。軍隊は、2年間はちょっと、もったいないっちゃもったいないんですけど、普通の人にとっては、大体、行ってきてよかったんじゃないですかね。もう本当。除隊してからは、なんか一日大事にしようってなったので、もうちょっとなんか一生懸命生きるようにちょっとなったんじゃないかなと思います。軍隊行く前と比べてですね。日本の男性も行ってほしいです。マジ行ってほしい。行った方がいい人多い気がします。こうやって、こういうのでも見て、わ、なんかそういうのがあるんだ、日本と全然違うなっていう、韓国の文化とかも、興味を持ってほしいなって、個人的にはちょっと思いますね。K-POP とか、アイドルしか知らないで、韓国が好きとか、韓国を知った気になってる人が結構多いんですけど、それはそれでいいと思うんですけど、やっぱり、こういういろんな文化とか、考え方とか、価値観とか知ってた方が、やっぱり会話してて楽しいし、韓国と仕事してもうまくいくんかな。オーディションって言っても、韓国行って仕事をしたいですってことなので、ふわっとした感じで、行かないでほしいなと思いますね。知識つけといた方が絶対やりやすいんかなと思います。で、ご視聴ありがとうございました。じゃねー。